こんにちは、トモズの管理栄養士の大山です。今回は DHA、EPA が多く含まれるサバを使用したサバのトマト煮をご紹介します。汁ごとのサバ缶を電子レンジで600ワット1分間加熱します。ニンニク、玉ねぎをみじん切りにします。アスパラガスは斜めに4センチほどの長さに切り、下茹でをします。鍋にオリーブオイルをひき、ニンニク、玉ねぎを炒めます。そこにトマト缶を加え、潰しながら混ぜます。サバを加え、1、2分煮ます。胡椒で味を整えて器に盛ります。アスパラガス、お好みでパセリを振り、完成です。ぜひ作ってみてくださいね。サバに多く含まれる DHA、EPA は不飽和脂肪酸の一種で、血中の中性脂肪を減らす働きがあります。また血栓を防ぐ効果も期待されています。DHA、EPA は今回使用したサバの他にはサンマやブリなどの魚にも多く含まれています。サバ缶は煮汁ごと食べることで DHA、EPA の吸収率がアップします。そしてトマトに含まれる赤い色素のリコピンは抗酸化物質と呼ばれ、動脈硬化の原因になる活性酵素を取り除き、その働きである酸化を抑制する作用があります。リコピンは加熱することで吸収率がより高まります。血液がスムーズに流れることは重大な病を防ぐことにつながります。食事や生活習慣に気をつけ、血流改善を目指しましょう。以上、管理栄養士の大山がお伝えしました。